はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第650回をやっていきたいと思います。今回は消費の3種類ということでやっていきたいと思います。まあ、今までは社会行動、政治行動、まあ、それから世論の形成ということで、まあ、どちらかというとちょっとこう公共性の高いテーマをやってきたんですけど、これからはもう少しですね、こう経営というのにかなりこう直結したところ、消費者の行動ですね、実際商品サービスを購入する、購買する消費者の行動っていうところを見ていきたいというふうに思います。でまずは消費には3種類あるということですね。1つは製品を消費する、ね、まあ、お金を出して何かね、テレビを買うとか、ね、パソコンを買うとか、まあ、一番分かりやすい商品ですよね。で2番目はサービスを消費するということですよね。製品というのは目に見えるものを買いますけど、サービスというのは目に見えないものを買う、何かしてもらいたいことを代わりにしてもらうということですよね。例えば病院の先生に診察してもらう、ね、何か物を買うわけじゃないですけど、診察してもらうということに対して診察料というのを払いますよね。例えばタクシーに乗ったら、ね、別にタクシーの運転手の人から何か買うわけじゃないですけど、ある地点からある地点まで移動させてもらったと、そのことに対してお金を払う。バスに乗った、バスの運賃というのはサービスに対してお金を払ってますよね。何かしてもらったら、そのしてもらったことに対してお金を払うというのがサービスということになります。であとは経験を消費すると、ね、これが一番新しい考え方になるわけですけど、で経験を売ると、ね、そこでしかできない経験があれば、その経験に対してお金を払ってもらうということですよね。で今回はこの3番というのをもう少し詳しく見ていきたいと思います。はい、ということで経験を消費するということですね。消費者の目的は体験することそのものにあるということですよね。何か物を買うわけでもなければ、何かしてもらうわけでもなく、ただその場で、ね、何かを体験することができたんですよね。自分自身が何かね、そう体験をすることで喜びを感じられた、感動をすることができた、その喜びとか感動を、まあした、その対価としてお金を払うということですよね。まあ、逆に喜びとか感動を求めている、体験を求めている、その体験することに対してお金を払うというのが、こう経験を消費するということになります。まあ、一番わかりやすいのはディズニーランドですね。ディズニーランドにいて、ディズニーランドそのものを体験しているということですよね。まあ、あの空間を体験するために行くということですよね。なんかディズニーランドでお土産を買うっていう消費もあるわけです。で、ディズニーランドの中にはたくさんお土産物屋さんもあるわけですから、お土産物を直接買う、製品を買うっていう消費もしますよね。もしくは何かね、アトラクションに参加して、ね、アトラクションで何かね、そのキャストの人から何かしてもらうっていうのを消費するっていうのもあるわけです。ね、だからディズニーランドの中では製品の消費もあれば、何かね、してもらうということに対してのサービスへの消費っていうのもあるわけですけど、しかし、それよりも大きいのは、やっぱあの空間にいて、あの空間でしか感じることができないものを感じに行っている、体験しに行っている。まあ、あそこの空間だったら、まあ、小さな子供とかっていうのも、なんかね、シンデレラになれるしね、あの、お姫様になれるわけです。ね、もしくは若い女性も、ね、あそこだったら、なんかね、日頃とは全然違う感覚で一日を楽しむことができるわけですよね。その場だからこそできる、その場だからこそ体験することができる、感じることができる、そのことそのものを消費していると。それにお金を払っているということですよね。顧客が感性を刺激されているということですよね。まあ、喜びとか感動とかね、その時間を経験すること自体を望んでいる。何か物を買いたいわけでもなければ、何かしてもらいたいわけじゃなくて、もうその場で、ね、その場にいて、その場で感じられるものを感じたいということですよね。それが消費の対象になっているということです。そこでしかできない体験に夢中になりたいと、ね、もう体験にお金を払うということですよね。で他では得ることができない、大体不可能ということですよね。他でもできるんだったら、これは体験消費にはならないわけです。ね、他では得られない、大体不可能、ね、その場だからこそ体験できることをお客さんはしたいわけです、ね、どこでもできるものに対しては、ね、そんなにお金は払わないわけですね。そこでしかできない体験だからお金を払うということです。
他では得られない代替不可能な経験が顧客を魅了すると、ね、そしたらその場でしかできない、そこでしかできない体験だったから、ね、感動をありがとうということで、その対価としてお金を払うということになります。まあ、ディズニーランド以外で例を挙げてみると、例えばコンサートですね。コンサートは確かになんかね、コンサートで何かね、CD、そこはコンサート会場で CD を買うとかタオルを買うとかっていう製品の消費もするかもしれないし、実際歌手がね、歌を歌うっていうサービスをしてるわけですけれども、しかしそのコンサートのチケットで一番ね、こう付加価値があるものっていうのはやっぱりその体験なんですよね。やっぱり CD ではない、そう、自宅で CD を聴いてるのと実際コンサート会場で実際何かを体験してるので、そのお客さんの感じ方が全然違うわけですよね。その体験にコンサートチケットっていうお金を払っているということですよね。何かね、素晴らしい劇、ショーを見るわけですよね。それもしかしたらね、DVD で見ることができるかもしれないし、インターネットでの動画で見ることができるかもしれないけれども、しかしその場の空気、その場だからこそ感じることができる感覚、感性、喜びというのがあるということですよね。だからチケットを買うということですね。チケット代っていうのはその体験代としてお金を払っているということですよね。スポーツ観戦、ね、これもスポーツ観戦で、例えばね、競技場で何かね、お菓子を買うとかポップコーンを買うとか、そういった製品も消費するかもしれないし、ね、もしくはそこでね、スポーツ選手が実際に何かプレーをしてる、サービスを提供してるわけですけど、しかしじゃあ、ね、じゃあなんでテレビ中継じゃなくて、なんでインターネット動画の中継ではなくて、なぜそのね、現場に行って観戦するのかと言ったら、やっぱそれは体験を買ってるわけですよね。やっぱこうね、その競技場の空気、雰囲気の中でやっぱり熱狂したい、熱中したい、ね、夢中になって応援したいという、そういったものがあるわけです、ね、もう旅行ですよね、まあ、世界最大産業って言ってもいいわけですけど、旅行ですよね、まあ、世界で一番大きなお金が動くというふうな、ふうに言われているわけですよね。一個一個は小さいんですよ。一個一個は例えば、ね、例えば車に乗るとか、バスに乗るとか、電車に乗るとか、飛行機に乗るとか、ホテルに宿泊するとか、ね、一つ一つは小さいんですけど、しかし一人の人が一回旅行っていう風にすると、結局合計で、例えば飛行機代とか、ホテル代とか、なんかツアーに参加したとか、ね、食事を食べたとか、お土産を買ったとかっていうのを全部ひっくるめると、やっぱり一人の人はね、一回旅行すると何十万っていうお金をやっぱり使いますよね。旅行だからこそ、やっぱりそういったお金っていうのをね、使っていくわけです。だから一個一個はそんなに大きくなかったとしても、全体としてはすごく大きい。じゃあなんでそんなね、大きなまとまったお金を、ね、何十万っていうお金を使うのかって言ったら、やっぱ体験なんですよね。やっぱその場でしかできない、こう日頃の日常では体験できない何かを、ね、旅行先で体験したいというふうに思っているわけです。だから旅行ではもちろんね、食事を買うとかお土産を買うとかっていう製品の消費もするし、何かしてもらう、何かサービスしてもらう、例えばバスに乗ったら、ね、バスで移動させてもらって運賃払うとか、タクシーに乗ったらタクシーにで移動させてもらって運賃を払うというサービスも消費してるわけですけど、お客さんが一番求めてるのは体験だということですよね。やっぱり旅行だからこそ、旅行先だからこそ、この国この地域だからこそ何か体験できることを体験したいということですよね。でそれでこうね、何万円何十万円という形で結局旅行にお金を払うということですよね。あとはレストランでの食事、ね。食事はもちろん製品ですよね。製品を消費はしてるわけです。ね、食べ物というその製品そのものも確かに消費はしてるわけです。ね、しかしそれだったら本当にね、あんまり大きな、ね、お金は払わないですよね。ね、その何百円とか何千円は払うかもしれないですけど、何万円とか何十万円は絶対払わないわけです。ね、食事に何万円とかね、何十万円っていうのは絶対払わないわけですよね。ですけど、例えばクリスマスのディナーショーだとか、ね、なんかそれに類するものだったら、1回の食事に対して何万円っていうふうに払うわけですよね。それはそのね、食べ物に対して払ってるわけじゃなくて、体験ですよね。そう、クリスマスという特別な日に何かね、特別なね、素晴らしいゲストの人が来て、例えば歌を歌ったり、ね、ピアノを演奏したり、でもその特別な時間、特別な空間でその場にいると、クリスマスという特別な日に特別な体験ができている、そのことに対してね、本当だったら食事だけだったら何千円かもしれないけど、ね、その体験が入っていることによって何万円という食事になったりするということですよね。あとは美容師さんとの対話ということで、ね、例えば美容師さんに髪を切ってもらうということでいけばサービスですよね。
ね、いや自分は髪を切りに行きたいから髪を切りに行きましただったらもうサービスですよ。そしたらやっぱ何千円ということになるわけです、ね、だけどもしかしたらその美容師さんというのは本当になんかカリスマの、ね、美容師さんでなんか予約をしないとなかなかその方に髪を切ってもらえなくて、しかも、ね、その方がただ髪を切るだけじゃなくて本当にね、すごく相手とのコミュニケーションが非常に上手で、ね、お客さんはもちろん髪の毛を上手に切ってもらったっていうことに対しての満足感はあるわけですけど、そのサービスに対しての消費だけじゃなくて、その美容師さんと、ね、すごくこう1時間とか、ね、1時間半とかすごい特別な時間を過ごすことができたと、ね、なんかその美容師さんにもちろん髪を切りに行きたいから髪を切ってもらってるんだけど、その切ってもらってるその1時間1時間半そのものの体験っていうのに非常に大きな喜びとか、ね、心地よさっていうのを感じたとしたら、実はその体験にお金を払っているということですよね。だから何千円じゃなくてもしかしたら何万円って払う場合もあるということですよね。これはこう経験を消費すると、その時その場でしか大体感じることができない感情をお客さんが感じることができた場合は、ね、お客さんはそれに追加して例えば食事代プラス経験代みたいな感じでこう付加価値に対してお金を払うですということですよね。でこれはこう経験を消費するということで、今からの時代というのはもう経験経済というふうに呼ばれていますけれども、ね、自分たちが売っているのは物なんだサービスなんだってなると、やっぱりねそんなに大した価格にならないわけですよね。その自分たちが売っているのは単なる製品単なるサービスってなったらやっぱそれ相応の価格になるわけですけど、それプラス付加価値がつくというのであれば、それは経験と、その場でしかできない、その場でしか感じることができない、ね、そういう感情そういう体験にを感じることができたならば、お客さんはもしかしたら何百円じゃなくて何千円払うかもしれないし、何千円じゃなくて何万円払うかもしれないし、何万円じゃなくて何十万円払うということですよね。もう旅行なんていうのはその典型ですよね。旅行に行けば、一回旅行に行けばね、特に海外とか行けば、やっぱりね、何万円じゃなくて何十万円っていう形で合計金額が、やっぱそれぐらいお金を使ったりするのは、やっぱそれだけ特別な体験をしたいというね、お客さんの気持ち、要望というのがあるということですよね。だから今はね、この3つの消費の中でも、一番こう経験を消費するという、こう、経験経済の時代に向かっているというのを、今回は確認したということになります。はい、今回の動画がですね、あなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。We'll be right back.